今回はトラビスジャパンのおすすめ曲を紹介しながら彼らの魅力を徹底解説していきます。2022年にジャニーズ事務所としては異例である世界同時配信デビューを飾ったトラビスジャパン。アメリカに武者修行へ行き、ダンスや歌の技術を磨きながらついに掴んだデビューです。今までのジャニーズの楽曲は CD でのリリースが主流で、曲を聴こうとすれば CD を購入しなければいけませんでした。 CD が持つ良さはもちろんありますが、まだファンとまではいかなくても気になっているから聴いてみたいなと思った時すぐに聴くことができず、その部分は CD リリースの難点でもあったのです。その部分においてトラビスジャパンはたくさんの人にその曲を聴いてもらえるという利点がありますね。トラビスジャパンの今までリリースした楽曲はどれも名曲揃いで、全てを紹介したいのですが、その中でもトラビスジャパンを今から知ろうと思っている人たちに絶対聴いていただきたい楽曲を今回は4曲紹介します。1曲目はトラビスジャパンのデビュー曲 Just Dance。 YouTube でこの曲のコメント欄にはデビュー1周年を祝福するファンの声で溢れていました。感じるままにただ踊ろうという言葉の通り、トラビスジャパンの真骨頂であるダンスが映える曲になっています。イントロから始まるワクワク感は彼らの世界に私たちを没入させてくれる感覚を与えてくれます。アップテンポで力強く英語でのラップもありますが、その中に彼ららしい優しい部分も感じ、長年トラビスジャパンを応援してきたファンにとってはアメリカでの武者修行を思い出し、自然と涙が溢れてくるでしょう。フレッシュさを感じるのはもちろんですが、どこか懐かしさも感じる幅広い年代に聴いてもらえる曲だと思います。まさにトラビスジャパンがこれから歩んでいくショーの始まりを思わせ、デビュー曲にふさわしい一曲となりました。ミュージックビデオで見せたカラフルな衣装と圧倒的なダンスも魅力的です。2曲目はキャンディキス。アメリカのおしゃれな曲を彷彿とさせる曲で、ファンの中はこの曲がトラビスジャパンのターニングポイントになったと話す人もいました。自然と体が動き出してしまうような心地よいテンポと文句なしの歌唱力で、トラビスジャパンはこういうジャンルもできるというパフォーマンスの幅広さを実感できます。その高い英語力はさすがとしか言いようがありません。ミュージックビデオは投げキッスで宇宙人を虜にしていくというシーンがあり、ストーリーを楽しむこともできますが、全ての動きが美しい自信にあふれたパフォーマンスに引き込まれていくことでしょう。トラビスジャパンは普段は控えめで可愛らしい雰囲気がありますが、ひとたびパフォーマンスとなればその姿は一変し、彼らの身体能力の高さや武者修行の成果を垣間見ることができます。3曲目はキープオンスマイリング。この曲についてプレリリースの時のイメージと実際にリリースされてからの曲の雰囲気が変わったというコメントをよく目にしました。心地よい爽やかなメロディーは朝にぴったりでしょう。トラビスジャパンのカラーが前面に出ていて、おしゃれな曲調の中にやはり懐かしさも感じることができます。ファンはトラビスジャパンのこんな曲を待っていたと語り、トラビスジャパンが持つ優しさやポップさをこれでもかと盛り込んでいるように感じました。ハイトーンボイスは年齢を重ねるにつれ大人の声に変化していくのが一般的ですが、トラビスジャパンのメンバーが歌うハイトーンボイスはずっと少年のままのような透明感を感じ、その声が明るい曲調と見事にマッチしています。ラストあたりの笑顔よさあ続けは心が震えますね。4曲目はスティルオンアジャーニー。前向きで爽やかな曲で優しい歌声が特徴的です。温かさと耳に響くメロディーはトラビスジャパンが持つ歌唱力の高さを堪能できるでしょう。ダンスがフォーカスされているトラビスジャパンの歌に注目です。今まで紹介した曲がアップテンポでスピード感がある曲なだけに、この曲はゆっくりと伝わっていくイメージを持ちました。彼らの今までに思いを馳せ、未来に向かって前向きに歩んでいく姿を想像し、心が熱くなります。様々なシーンに合う曲で、聴く人の背中をそっと押してくれることでしょう。トラビスジャパンはそのデビューが華々しく、アメリカでの武者修行など注目度の高いグループですが、その歴史は順風満帆ではなかったようです。2012年頃トラビスジャパンという名前が生まれ、メンバーが集められましたが、その後メンバーの脱退などが続き、2017年に今のメンバーで活動をスタートさせました。下積み時期が長く、アメリカに行ったからといってデビューできる確約はない。そんな毎日の中でメンバーはこのままデビューできないかもしれないと不安を感じていたようです。
しかし諦めることなくアメリカでの修行中もパフォーマンスの腕を磨き続け、共同生活を送りながらお互いを高め合い支え合っていきました。そして2022年3月28日にアメリカで行われたワールドオブダンスチャンピオンシップシリーズオレンジカントリー2020に出場しました。そのパフォーマンスは今見ても圧巻です。和のテイストを盛り込んだ楽曲に狐のお面や扇子を使ったパフォーマンスと一糸乱れぬダンス、アクロバットも盛り込まれた日本のエンターテインメントをアメリカの人たちに見せつけました。会場からは歓声が上がり、デビュー前のグループでありながらその実力を世界に知らしめたこととなります。トラビスジャパンのダンスはとにかく綺麗に揃い、振りの間に乱れや変な間がありません。一つ一つの動きが流れるようなセクシーさと、止めるところでしっかり止めるというダンスの芯を外さない動きは何度見ても飽きることはないでしょう。曲の始まりから終わりまで息をするのを忘れるほどに繰り出される様々なダンスに息をすることすら忘れてしまうほどの没入感がありました。それぞれの動きに個性はあるのですが、それが全体の中でうまく作用しているように感じます。アメリカでダンス修行をしていたということで、パフォーマンスが海外寄りになるのかと思いましたが、彼らは日本のエンターテインメント、そしてトラビスジャパンの先輩たちが作り上げてきた世界観を崩すことなく、トラビスジャパンらしい要素を盛り込んできました。ある意味で伝統的でありながら新しさも感じるので、トラビスジャパンのパフォーマンスを見たらその不思議な世界観に夢中になることでしょう。この技術の高さを評価され、ワールドオブダンスではチーム部門3位、ベストコスチューム賞、クラウド、フェイバリット賞を受賞しました。日本のアイドルが世界で通用するということを証明してくれたトラビスジャパンはその後、番組担当者のオファーを受け、アメリカの公開オーディション番組アメリカズ・ゴット・タレントに出演しています。この番組の中では審査員との楽しい英語の掛け合いやアカペラから始まる曲のスタートは会場をあっという間にトラビスジャパン色に染めてしまいました。かなり激しいダンスでしたが、彼らは生歌を披露しています。驚きですね。彼らのパフォーマンスが終わると会場はスタンディングオベーションで歓声を送りました。審査員からはエネルギーが屋根を貫いていたとコメントがあり、彼らの意気込みや高い技術、見ている人を楽しませたいという気持ちが伝わったのではと感じます。会場の様子を見ていると、アメリカにも彼らのファンは確実に増えていることを感じることができるでしょう。僕たちの夢は世界一のスターになることと語り、そのために全てを投げ出してきましたと話しています。日本での経歴や住まいを離れ、アメリカで一からスタートをしたトラビスジャパンは確実に夢に向かって前進していました。トラビスジャパンはトラビスジャパンのやり方で世界を目指していくという意気込みを感じます。今回はトラビスジャパンのおすすめ楽曲やその魅力について徹底解説しました。まだまだ伝えたい魅力が止まらないトラビスジャパン、今後も彼らのカラーが世界に広まっていくことを願っています。